スノーマン岩本照&佐久間大介、富士エリアで二人旅、テルは薪を割るのが下手。これ、初出しです。スノーマンの岩本照と佐久間大介が8月19日8時30分より放送されるカンテレフジテレビ系、土曜は何する、に出演する。土曜は何するは、あなたの週末を楽しくするお手伝いをコンセプトに、週末を有意義に過ごすために役立つ最新トピックスを届ける生活情報バラエティ。二人は仲良し芸能人が自由気ままな二人旅に出るコーナー、日帰りプラットリップに登場する。二人が訪れたのは静岡県と山梨県にまたがる富士エリア。旅は富士山のふもと、朝霧高原に位置する魔界の牧場からスタートする。二人はパラグライダーで眼下に望む絶景を満喫し、多くの有名人が足を運ぶ河口湖のハンバーガー店で絶品グルメを堪能。さらに日本初のグランピングリゾート、星のや富士で焚き火の薪割り体験やジビエ料理を楽しみ、旅の締めくくりとして、7月に31歳を迎えた佐久間の誕生日をお祝いする。